皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山口大二です文系学部の選び方立教大学編ということで、えー、いわゆるマーチと呼ばれている名門私立大学明治青学立教中央法政憧れてる人多いと思うんですが 何でもいいからマーチに入れればいいじゃなくてやっぱり志望校でどんな学問ができるかをちゃんと知っておくべきだと思うんですね今日は立教大学編で、まあ、文系学部を紹介したいと思いますじゃあ,、まあ立教大学ね池袋にあっておしゃれだしキリスト教系で、まあ、人気もあるじゃあどういう学部学科選びをしたらいいんだろうということで私は大きく三つの学問分野に分けてましてまず人文系 これは文学や歴史といったようなことを中心にやる。それから社会科学系、まあこれは経済経営といったようなビジネス系を中心にやる。また学際系といって人文系の要素と社会科学系の要素の両方を幅広く勉強できる学部というふうに大きく三つの塊に分かれていると考えています。まず立教大学の場合、人文系が文学部と異文化コミュニケーション学部ですね。ですからまあ文学歴史哲学 そういうことを中心にした学問伝統的な学問をきっちりやりたい人と、まあ、国際系の人異文化コミュニケーション学部は国際系の中でも人文系より言語を中心にやってる学部ですなのでこれはどこでもいいからじゃなくて真剣に言語学や文学がやりたくないと入ってから辛いんでこの2つはやっぱりちゃんとと学問をやりたいっていう人が目指すすべきだと思いますね。社会科学系経済学部経営学部法学部社会学部の4つですね ま経済経営はイメージが湧きやすいと思います。で法学部もまあ、マーチは他にもあるのでよく比較してください。社会学部は他には法政にはありますけど明治や中央では社会学部はありませんので社会学を勉強するときには社会学の教員が多くて学問分野が広いという点では実況なかなか良いです。なのでまここもぜひ検討するとどの学部も。 文学や異文化コミュニケーションが純粋に学問をやるぞって言ってるところに比べれば社会に出てから学んだことを生かして何かの仕事に就くぞっていうまあ就職のイメージが強いところですね経済だったら、まあ、銀行金融機関とかねあるいは製造業情報通信など、まあ、華やかな企業、まあ、立教大学であれば十分一流企業狙えると思いますのでまた法学部であれば、まあ、公務員や弁護士と社会学部であれば、まあ、マスコミに強い。 こういったあたりがまあ一つ社会科学系の4学部、えー、最後学際系なんですけど観光学部コミュニティ福祉学部現代心理学部、えー、気のせいか全部ニーザーキャンパスです、まあ、ニー,ザーはとても良いんですけどねで観光学はもともと立教では伝統があって社会学部の中に入ってたんですが独立しました観光業界の勉強がしたいんだったらこの立教の観光学部が日本最高峰ですなので まあホテル航空旅行業界などに憧れてる人は検討してもいいかなと思いますねコミュニティ福祉学部まあ、福祉の勉強だけではなくて地域づくりあるいはスポーツといった勉強もできますで現代心理学部も心理学だけではなくて映像の勉強ができるのが面白いですねで要はこのニーズにある3つの学部は文学や経済といったような伝統的な学問分野ではなく 新しい学際的な勉強ができるちょっとユニークな他の大学にはない分野の学部なんですねなのでそういった学問に惹かれてる人は池袋じゃなくて新座のキャンパスですがまあ、同じ立教生ですから十分楽しめると思いますのでまあ、これらの学部を検討するこのように各学部で扱っている学問からしっかり大学を選ぶといいかなと思います頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございました いいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください